モグラの新たな犠牲者となった新谷弁護士、その生前最後の通話履歴から矢上を破滅させた3年前の事件がよみがえる。病院から連れ去られ山に埋められた入院患者、矢上の弁護で罪を免れた容疑者大久保新平は、そのわずか一月後、包丁で刺した恋人寺沢恵美に火を放った。新谷弁護士殺害事件の重要参考人として話を聞かせてもらう。何だと？源田法律事務所の星野と言います。刑事さん、これは任意の同行ということですね。ええ。矢上さん、どうします？お断りします。何？ではそういうことですので、お引き取りを。大ごとにしたくなきゃ一緒に来た方がいいな。今だから任意で済んでる。そんな脅しは弁護士に通用しませんよ。あの、よそでやってもらえませんか？私も暇じゃない。法廷から逃げ打った弁護士には通じるんだよ。叩きゃ埃だらけだしな。おとなしくついてこい。札なんか取ったらこっちも引けなくなるぞ。取れるもんなら取ってこいよ。俺を疑う根拠はどうせ何にもないんだろ。なきゃ作ってやろうか。おい、よそでやってくれ。後悔するぞ。黒岩さん。君らも出て行け。その前に庄野さんと話をさせてもらえませんか？なんで新谷から電話がかかってきたのか、そのあたりを。だから庄野にも心当たりはないんだよ。さっきそう言ったろ。もうお引き取りを。わかりました。お忙しいところどうも。なんかいろいろ妙なことになりましたね。あの刑事、矢上さんを重要参考人だなんて。ああ、何言ってんだかわからねえけど、それより俺らがここに来てることがなぜか筒抜けだったな。そういえば警察はどうやって僕らの居場所？さあな。それより今は庄野だ。せっかくここまで来たんだし、なんとか直接話がしたい。ですね。どこで会えるか受付で聞いてみましょう。いらっしゃいませ。あの、さっきセンター長室にお邪魔してたものです。え？ああ、はい。何かお忘れ物でも？いや、急で恐縮なんですが、実はアドデックナインの庄野さんともお話ししたくて。どちらに伺えば会えますか？それですと、開発研究棟ですね。異常タンパク質の研究フロアだと思います。あ、もしかしてゴールドのカードキーがいるところ？ええ。でもセンター長の了解が取れればお貸し出しできます。ちょっと聞いてみますね。失礼ですが、もう一度お客様のお名前を。あ、なら悪いからいいです。木戸さん、さっき忙しくしてたから、また出直します。いいんですか？センター長の耳に入ったら絶対止められますもんね。でも一応庄野の居場所は分かったな。ええ、案内掲示板か何かあれば。
怪しいな。開発研究とここか。受付の人、異常タンパク質のフロアとか言ってましたけど、この掲示板じゃ細かい場所まではわからないですね。これはセンター長室、俺らがさっきまでいた木戸の部屋だ。なんだ？ん？これが現在地だな。センターの受付ロビーだ。これはセキュリティゲート。ここから奥が開発研究棟か。あの、すみません。何か？こちらの女性がショーノのスタッフで、ちょうどこれから開発研究棟へ戻ります。え？橋本と言います。もしよかったら私がショーノのところへご案内しますが。いいんですか？ええ。ぜひお願いします。よかった。今ちょうど橋本さんがここを通ったものですから。ありがとう。ではこちらへ。どうも助かります。矢上と言います。僕は源田法律事務所の星野です。ご親切にどうも。いえ、センター長のお客様ですから。ここはとにかく広いので案内もいるでしょうし、ご不便をおかけしてます。あ、別に。橋本さんはここではどういう？アドデック9の開発ユニット所属です。そのユニットリーダーが塩野で、私は一番下っ端ですね。そういえば、アドデック9ってどういう意味なんですか？アドデックは先端創薬開発センター、アドバンスドドラッグデベロップメントセンターのイニシャルです。そこで開発される9番目の薬なので。だからアドデック9か。認知症ってまだ治す薬がないんですってね。今は病気の進行を抑えるのが精一杯だとか。でもだからアドデック9は期待されているんですよね。アルツハイマーを治せるって。ええ。日本で認知症の方って何人くらいいるかご存知ですか？多分何十万か100万人超えてるんですかね。ええ、2012年の時点で462万人です。そんなに？これが2025年には700万人、予備軍を含めると1300万、国民の9人に1人です。うえ。でも今の時点でもう施設はいっぱい。60過ぎの方が認知症の親を家で見てるとか、そんなケースもザラです。さらに世界で見ると2050年の認知症患者は1億3500万人。つまりアドデック9が救おうとしているのは全世界の未来なんです。僕らさっき木戸さんに結構失礼な口聞いちゃってましたよね。まずかったかな。センター長は多分歴史に名が残る人ですよ。3年前から随分出世したんだな。道理で偉そうにしてた。こらこら。あちらにショーノが。じゃあ私はこれで。ショーノさん。八神さん、なんで
どうやってここに？少しだけお話を伺いたいんです。いや、困りますよ。センター長は知らないんですよね。どうされました？一ノ瀬さん、いや、その正野さんが大声を上げるなんて珍しい。あんた、さっきロビーで見たな。私は一ノ瀬と言います。厚生労働省の者でしてね、アドデックナインへの政治的な支援をしています。木戸さんはあんたを事務次官と。正野さんが迷惑がられてます。お引き取りを。事務次官っていうと官僚のトップですよね。役人ならあんたの言うことを聞くんでしょうが、俺は違いますよ。なるほど。正野さん、少しだけお話をさせてください。それが済んだらすぐ帰ります。困るんですって、センター長のいないところで。新谷は何であなた宛に電話したんです？だから新谷なんて名前聞いたこともないんですよ。大事なことなんです。何か心当たりがあるはずだ。何もないって。もうお引き取りください。センター長に連絡します。わかりました。じゃあ最後にあと一つだけお願いします。正野さんは随分木戸さんを気にされていますよね。センター長がいないと困るって。なぜそんなにセンター長を怖がるんです？アドデックナインの開発には税金が使われてるんですよ。いろいろ政治なんかも絡んでいて、だから情報漏れとか私たちが疎いところをセンター長が気にしているんです。でも俺が聞きたいのはアドデックナインの話じゃありませんよ。新谷から電話がかかってきた理由を考えてほしいんです。心当たりはないと言いました。もう仕事に戻らせてください。あんたらここで何してるんだ？センター長、もう帰ったんじゃなかったのか？こそこそ何をやっている？新谷からの電話について話を。正野は何も知らないと言ったはずだ。ご本人の口からはっきり確かめたかったんです。君、セキュリティに連絡を。もう帰りますよ。行こう、星野君。弁護士会には大臣の名前でクレームを入れておきますよ。大臣？厚労省の。ああ、風見大臣はうちの新薬に大きな期待を寄せている。きっと君らの行動をお気に召さないと思うね。結局分からずじまいでしたね。新谷先生がなんであの正野さんに電話したか。八神さん、厚労大臣がどうのって話は最近カムロ町でも聞いた。はい、いつだった？あれは誰と話した時に厚労大臣の名前が。真冬と話した時か。さあ、でも八神さん最近真冬さんに会ったんですか？カムロ町で。最近は会ってないな。だとすると、綾部からだ。テンダーで飲んだ時、あいつが話の中で風見大臣の名前を。確か初めはなんで関西の教令会がカムロ町に来たのかって話だったんだ。教令会は梶平って大手ゼネコンに使われてるらしい。で、この梶平が一時期都内の再開発を計画して会長自ら根回しに動いてた。その交渉相手の一人が
厚生労働省の風見大臣。はあ。けど都市開発だったら国土交通省とかじゃね？厚労大臣なんてお門違いだろう。何を根回しすることがある？確かにそうですけど、それってうちの事件と関係ありますかね？わからないな。梶平と風見が会って何を話していたかによる。それならうちの梶平担当が調べられるかも。ん？杉浦さんですよ。元梶平の社員だったんですよね。それだ。なるほどね。じゃあ梶平と風見大臣のつながりが分かればいいの？ああ、杉浦の方で何か探るつては。どうかな。でも調べてみるよ。助かる。そっちはまだ創薬センターだよね。少し時間くれる？何か分かったら電話するから。矢上さん、僕は一旦事務所に戻りますね。沙織さんからメールが来てました。今服部って記者が押しかけてきてるそうなんで、矢上さんに取材したいって。え？新谷先生の件を嗅ぎ回ってるみたいです。僕が代わりに追っ払っておきますよ。星野君は源田事務所の次期エースだな。いや、いいですよそういうのは。本当に。ん？僕期待されたり責任重いの嫌なんで。だから誰かの2番手でいるのが一番向いてるなって。じゃあいつ独り立ちするんだ？ずっとしないですよ。僕は一生このまま一流の2番手で居続けたいんです。それじゃあ。よ、カボ。カボ。カイト。はい。
たい。カイト、相棒。ターボ、フォー、カイト、おう。ターボ、もしもし。Yeah. Oh. Huh? Huh.
おい。なあターボー、カイト、おう、相棒。おう。え？ターボ。ん？カイト。おう。
おう。カイト！しねえからな。なあ、うん、ターボもしもし、杉浦だけど、梶平の件調べたよ。すぐ会えるかな。恋女房って釣り堀屋はわかる？わかるけど、あそこそんなに有名なのか。知る人ぞ知るってやつ。じゃ、そこで待ってる。より早かったんじゃない、八神さん。ああ、そっちは。梶平と大臣の件、何か出た？ま、噂レベルだけどね。手応えありって顔だ。うん、梶平と風見大臣はね、なんとあの創薬センターのことで密会してたんだよ。何？何年か前から梶平グループはでかい再開発計画を立てて極秘に準備していたんだ。都内のある広い土地を当てにしてね。それがここ、創薬センターか。だけじゃないよ、その周辺も。正確には医療システム産業開発機構の敷地全部で、それを管理しているのが厚生労働省だったってわけだから、梶平は風見大臣に根回しする必要があったんだよ。再開発するには創薬センターから何から全部閉鎖するのが大前提だからね。でもそんな話
大臣一人説得して済む話か。それが済むんだな。もともと閉鎖って話はずっと前からあったみたい。ん？医療システム産業開発機構ってその組織はさ、日本の高齢化に備えて研究を進めるって触れ込みだったわけ。ところが維持費ばっかりかかって十何年も成果なし、ずっと税金泥棒って言われてた。まあもともと天下りの受け皿みたいな緩いとこだったんだよ。そうか。じゃあもしそこへ大臣が閉鎖と言い出せば、一気に潰そうって流れになるだろうね。でも大臣の顔を潰れるんじゃねえの？とんでもない手数料が入れば気にしないんじゃない？とにかく梶平は大臣に取り入ってもう大体話をつけてたみたい。この時点で贈収賄。しかもだよ、梶平は先々の値上がりを見越してセンター周辺の土地も買いまくった。わかりやすい汚職だな。あ、でもさ、やっぱ神様は見てるんだよね。ある日梶平の再開発計画は突然白紙に戻されたんだ。創薬センターを閉鎖できない事情ができてね。その理由がこれ、アドデック9の論文発表。うん、この認知症の薬は世界にとって絶対の正義だからね。風見大臣はすぐ手のひら返してアドデック9を褒めちぎってた。だから当然創薬センターとかの閉鎖話は立ち消え、梶平との密約なんてなかったことにした。梶平は大臣からはしごを外されたわけか。うん、再開発に備えてた投資分もろもろかなりの金を回収できなくなったんじゃない？アドデック9のことは相当恨んでいると思うよ。なあ、お前これどうやって調べたんだ？さっき頼んだばかりだぞ。はあ、やっぱ言わなきゃダメか。ん？実は今僕が言ったことは全部ネットの記事に出てたんだよ、1年も前に。面白い記事だったけど決定的な証拠がなかったのかな。ゴシップ扱いで話題にならなかったみたい。これは全部デタラメかもな。なんで？この記事書いた服部って記者めっちゃ嫌なやつだ。知り合い？ああ、今日も源田法律事務所に押しかけてきたってさ。え、じゃあ記事のこと直接聞けるじゃん。すぐその人と話しなよ。うん、まあそうなっちゃうか。